크레신도 찬넬을 크레신도 통신. 나래다. 뭐 早速 이러이러 突っ込みどころが多いですけども、クレシェンドチャンネル、クレシェンド通信のお時間でございます。ところで我々誰だ。まあでもね、ご覧の方々の中でもね、さすがにご存知の方も多いと思いますよ。ちょっと僕からご紹介させてください。はい。よどんな様でございます。よどんな様でございます。そうですね。代表作としては。代表作でございますよ、ね。はい。もうよどんなといえば分かってくださる方がいるかな。おそらくですね、現在のところですね、ほとんど、まあ桃月さんのツイッターおよびインスタから流れてきている方々が多いと思うので。かもしれないですね、はい、今の視聴者。改めましてすいません、はい、桃月なし子さんでございます。はい、桃月なし子です。よろしくお願いします。桃月さんは一応コスプレイヤー兼女優ってことでよろしいんですか。うん、そうですね、うん、なんですけど、まあモデル業とかもさせてもらってるんででございますよ。まあ職業としたら何て言ったらいいのかわからないみたいなところあるんですけど、まあ様々なことをやらせていただいてるって感じですか。最近言うところクリエイター的なことですよね。そういう言い方もありますはい。まあでも先ほどご紹介した通り、マシン戦隊キラメイジャーヨドンナ様でおなじみの桃月なし子さんです。はい、役やってました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして誰？そうですよね。風合いう状態ですよ、ね。はい、多分視聴者も思ってると思うんですけど、やっぱ誰？本当？あれ一応フォロワーちょっとはいるけど。ちょっとというのはどの程度の？ぐらい。一部のアイドルファンの中でおなじみの顔なんですけど。あ、そうなんですね。そうなんですよ。すみません、申し訳ありません。私神保凡司と申します。で、神保さんは普段は何されてる方ですよね。そういうことになりますね、はい、そうなりますよね。あのね、普段は僕実は、ね、ナレーターとかやってるすごいね、ナレーターだってナレーターとかやってるんですよ。ナレーターテレビとかの声の仕事とかをやる。声の、あ、だからそんなにいい声なんですね。ありがとうございますありがとうございます。そうなんですよ、ナレーターとかをやりながら、ただ一応作家とかもやっていて、アイディア出してっていう人をやってるんですけども。つまり神保さんもクリエイター。クリエイターですね。なるほど、はいはい、じゃあクリエイターチームで。そうですね、もう2人のクリエイターがやっていくという。一応ね、ダブル MC というふうに書いてあったんですけど、はいはい、ダブルクリエイターというふうに言ってるので、クリエイターでしたでお送りします。クレッシェンド通信でございます。よろしくお願いします。なんでこんな2人がオフィスクレッシェンドっていうところに今潜入してるかって話なんですよ。確かに。え、まだ一応作家として関わってるからいいじゃないですか。そうそうそう、まあ、に関してはまず今のところ接点なしですからね。そうなんですよね、はいはい。まあ、一応こちらのオフィスクレッシェンドの、公式 YouTube チャンネル内の放送局といたしまして、うん、こちらのクレッシェンド通信では、オフィスクレッシェンド所属のクリエイターさんたちだったりとか、あとは作品を紹介しながら皆さんにオフィスクレッシェンドをより身近に感じていただくためのコーナーというふうになっているんですよ。ただ、私先ほどプロデューサーの方からお伺いしました。はい、なんで私たちなんだっていうね、はい、ところで聞きますと、オフィスクレッシェンド制作会社という性質上ね、うん、出たくないとまあまあ、裏方のお仕事になりますよね。ありますよね。 あまり積極的に出たくないということなので、演者で出させられてるという状態でございます。背負ってるものがでかいな。そうなんですよ、はい、なのでよろしくお願いします。よろしくお願いします、はいはい、というわけでなんですけども、はい、そもそもオフィスクレッシェンドってご存知でした？うん、あー、そうですね。いや、なんかこの業界に入るまでは正直知らなかったです。うん、そりゃそうですよね。まあ一応ご紹介いたしますと、オフィスクレッシェンドっていうのは映像制作会社でございまして、主に映画やドラマ、そしてそれ以外にもさまざまな作品を世に提供している会社なんですよ、実は。おー、そうそう、なんだけどね、知らないよねなんかでもここね、もうね、たくさん並んでますね。そうなんでございますよ。これを作ってる会社なんですよね。そうなんでございます。だからその業界に入ってから、あれ、このドラマも、あれ、この映画もクレッシェンドだっていうのを知った。そうなんですよ私も実はですね、オフィスクレッシェンドって最初聞いた時に Who are you だったんですよ。え、そうですよ、わかりますよねそうそうだったんですけど、作品見たら超ビビり出しちゃって。いや、めちゃめちゃわかります、はい、先ほどからちょっと噛んでる感じで分かったんですけど緊張しておりますよね。いや、それは伝わってましたそうそう、会社名の重圧に負けそうになっておりますけど。いや、今背負ってるものがでかいなんですけども、こうやってオフィスクレッシェンド作品っていっぱいあるんですけど、桃月さん、これ結構ご存知の作品あります？え、めちゃめちゃあるんですけど、ね、このね、皆さん見てましたよね絶対これ、蛍の光、超好き。いや、わかります、私も超好きなんですよ。この紐の女感が、うん、ちょっと自分と被ってるところもあったりして。あ、結構紐の女ですか？まあ、そうとも言えますねそうとも言えるんです。ちょっと被ってるところがあって、うん、あ、な
の中で綾瀬はるかさんって可愛いんだな。めちゃめちゃわかります。そして綾瀬はるかが可愛いって言うとやっぱこちらも捨てがたい。素晴らしい作品ですよ。今日は会社しております。めちゃめちゃ可愛いんですよ綾瀬はるかさん。今のところ桃月さんただの綾瀬はるかさんファンみたいになったけど大丈夫？確かに。でもこの辺はねやっぱねドラマも良かったな。めちゃめちゃ良かった。もうこっちに関してはねもう玉木宏さんもめちゃめちゃかっこよくてね。玉木宏さんはやっぱねちょっと絶対的な普遍的なかっこよさがある。いやわかります。もう玉木宏さんか福士蒼汰さんかみたいなねこの両極端に分かれましたよね。桃月さんおいくつでしたっけ？今25ですね。そうか、ってことはもう、はい、バリバリ世代なんです。バリバリ世代だ。 それで言うと僕はあれなんですよ、うん、35なんですよ、うん、お10個も違う。そうなんですよ。で言うと僕世代で言うと池袋ウエストゲートパークという作品が今多分うわーって言ってますね。なんか聞こえる気がする視聴者の声が。これ打ち合わせの段階で桃月さんのマネージャーさんが大好きなんですよ。いやそうめっちゃ言ってた。めっちゃ言ってたんですよ。あのねさっきもちょっと2人で語りました。IWGP はねもう我々世代からしたらもう金字塔というかちょっとドラマの一つ象徴だって。もうね青春時代をこれを見て過ごしたっていう。過ごした。これで育った。桃月さんこれ見たことあります？さてはお前勉強してきてねえな。ちょっとぜひこれ見てほしいんですよ。これねもうね今をときめくというか、うん、もうこのドラマに出てた人が全員その後ヒットしてたんですよ。え、いますよね。そう、 TOKIO の永瀬さんだったりとか、うん、あと加藤愛さん、窪塚洋介さん、窪塚洋介さんも30代中盤は1回全員窪塚さん期を経てるんですよ。なるほど。一回みんな、まあ、我々の中で窪塚さんじゃなくてキングと呼んでますけども、うんうん、これに触発されたんです。なんかもうあれですね、今揃えようと思ったら揃わないようなメンバーってことですよね。もうね超豪華ですよ、はい。あとなんかあります？なんか特に気になるの。やっぱルーキーズですね。桃月さん結構少年漫画とか好きなタイプ。バレました。だってルーキーズ出すからめちゃめちゃ好きなんですよね。ルーキーズはねこれもさっきの IWGP じゃないですけど出てる人全員出世してますからね。そうなんですよね。もう今では欠かせない俳優さんたちばっかで、うん、そうそう、僕の中で市原隼人さんの演技はこれで決定したんじゃないかって。でもめちゃめちゃ分かる。なんかイメージがつきましたよね。そうここですごいイメージついた。そうなんです。もう熱いね青春ドラマでめちゃめちゃいいんですよね。またこの不良たちをまとめるのが佐藤隆太さんってあたりがちょうどいいんですよね。めちゃめちゃ分かります。これね浅田龍太さん IWGP も出てますよ。あ、すごいな。そこに繋がってくるわけですね。見てくださいよ IWGP。 はい、見ます。あと平川さん作品他にあります？これもだ。僕だけがいない。こちらまたいいの出しますね。これもいいんですよね。もともと原作出て、あ、なるほど、そうかそうか、漫画がすごい好きだったんで原作読んでたんですけども、その原作の期待を裏切らないこの作品がめちゃめちゃいいんですよ。すげえな。そうだよね、ま、だって桃月さん漫画すごい好きなんだもんね。そうなんですよ。漫画アプリを駆使して漫画読んでる人間なんで、そこからも購入しちゃうタイプなんで。よかったです。そしたらでも結構作品多いですからね。めちゃめちゃ多いですよね。大根監督の作品でいうと、はいはい、僕ちょっとすごい思い入れがあるのが一つありまして、うん、え、これは知ってる方多いんじゃないですか。桃月これね、僕の切ない思い出を言っていいですか。切ない、はい、どうぞ、はい。僕はあの見た目の通りずっとモテてきてないんですよ。なるほど、はい、モテなかったんですけども。コメントに困るぞ。そんなモテない僕に対してうちの兄貴が急に、うん、これ借りてきたからお前見ろよって言われて渡されたんです。それでえなんでって言ったら、お前みたいなモテないやつ一番これ必要だからって言われて渡されて、悔しながら見たらめっちゃ面白かった。いや、めちゃめちゃわかります。はっきり言いますよ、森山未来君みたいにこんなにモテやしない普通は。それはまあそうですね、うん、でもまあ夢を与えてくれる作品ですよ。だいぶ夢をくれた、かなり。それでまたこれ長澤まさみさんとかもすげえ可愛いのよ。めちゃめちゃわかります。そう、失礼な言い方もしんないけど、うん、大根監督はねモテないやつが思う女の子の理想みたいな撮り方が抜群にうまい。わ、うんうんうん、かります、わかります。もうね見ててねうわってなるの、うん、本当にそう。だからモテ期はねすっごい思い出ある。その思い出は面白い思い出でしたね。面白かったですか？面白い。よかったです。コメントに困ってたのに。汗汗って感じです。あとねこれもちょっとね、うわ、サニー、大根監督でいうとサニーですよ、はいはいはい、ご覧になりました？見ました。エライザさんがいいんですよこれ。あそこ、ここめちゃめちゃいいんですよ。これでもあの桃月さん25歳ってことは、はい、ほとんど青春時代過ごしたのは2000年代。そう
ですね。ですよね。これってなんか割と90年代のだからちょっと一昔前なんですよね。自分たちの世代のギャルじゃないんですよね。そうかそうか。実は桃月さんからすると逆にこれちょっと新鮮なんだ。私逆に憧れたですね。まあ、こんな時代絶対楽しかったなって思っちゃって確かにその道を通りたかったって思っちゃいましたね。そうなのか、それ面白いかもしれない、うん、確かにこれ世代間で見てるもん違うのも面白いですね。確かに見方が違いますよね。見方が違う。あとはまあちょっとねこれはもう代表作と言っても過言ではないかもしれないです。あたふたしちゃうこれちょっと代表作というか、まあ、僕の中ではちょっとクレッシェンドといえばっていう作品なんですけど、うんうんうん、トリックってトリックはもう絶対みんな見てるんじゃないですか。これも堤幸彦監督なんですけど、このクレッシェンド通信でもどうしてもこういうのをやりたいっていうのがあって、実はオフィスクレッシェンドの作品ってすごく細かい小ネタが多いんですよ、はい、実は関係者を知ってる人たちとか内輪受けみたいなのもあったりとか、はいはいはい、知る人ぞ知るみたいなところがあるんですよ。例えばねトリックのドラマの、うんご存知ですか？全然覚えてないですね。それ絶対名前取ってますよね。これね実は、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけど、はい、ウィキペディアもあるので、はい、そこから取ってるんですよ。知らなかった。なのでこのクレッシェンド通信を通じてクリエイターの皆さんも知っていただくと、うん、実は過去の作品もより面白く見れる。まあ、そんなものが隠されていたんですね。そうなんですよ。で過去作もそうだし、はい、正直ねオフィスクレッシェンドってそういう人多いんですよ。なるほど。小ネタをそうなんか内輪受けみたいな小ネタを入れてくれる人が多いんですよ。なので最新作にも多分ねそういうの隠れてるはずなんですよ。うわそれ知っちゃったら見方変わりますね。あとあとはなんといってももうスペックトリックだったらスペック。こちらももう、まあ、戸田恵香さんの出世作と言ってもいいですよね。めちゃめちゃ良かった戸田恵香さん。そうなんですよ。でオフィスクレッシェンドはこういったさまざまな作品をこれまで作ってきているので、うんはい、もしかしたら我々が頑張って視聴数が増えれば、うん、ゲストで来てくれるかも。それは視聴者数を増やさねば。で来てくださるためには皆さんに見ていただかないといけないんです。よろしくお願いします皆さん。はい。こういうのは実はただの一部なんです。これ実はオフィスクレッシェンドが制作した一部なんです。この量で。で映画とかドラマは有名なんですよ、うん、ただこれご存知ですか？俺これ手元にどうしても出したいのがあるの。何ですか？これ AKB48 のフライングゲットっていう、はいはいはい、こちらも実はオフィスクレッシェンドの堤幸彦監督という大監督。バトル PV？ そうですこれとかもそうなんですけど、こうやってオフィスクレッシェンド作品で裏話が結構面白いんですよ、うん、例えばねこのフライングゲットとかは秋元康先生と堤幸彦監督が打ち合わせに入って一言目で秋元康先生がキルビル撮ってほしいのよっつって、それで打ち合わせ終わったらしいんですよ。それで撮れたらしいんですよ。それだけでこうなる。それでこれが撮れたんです。へーなんていう裏話がいっぱいあったりするんですよ、はい、なのでこのクレッシェンド通信ではそんなクレッシェンド作品の裏話なんかもいろいろと出していきたいというふうに思っておりますので、楽しみ。はい。というわけでそれ以外にもさまざまなクリエイターさんが実は所属しているオフィスクレッシェンドなんですよ。これからもさまざまな新作も出てまいります。その方々もぜひここでいつかね、いつかゲストでね来ていただけたらいいですね。いただきたい、フィーチャーしたい、本当に。なのでそんなさまざまなコーナーを企画しておりますので皆様お楽しみに。お楽しみに。もう堤監督のもう気合の入れようが尋常じゃなくてですね、見たいな。これもうあらすじ見ただけでちょっと切ないですよ。チラシに書いてあるまんまだったね。いやだって見えないかなと思っていやさ